あー、すっきりした。はい、皆さんこんにちは、タートルです。気になるお腹がいつも冷たいよって思ったことありませんか？お腹が気になっている人ってついお腹触ってしまいますよね。その時になんか冷たいな、お風呂に入ってお腹触ると湯船使ってるのにお腹温まってないなって思った方は、今回一緒に寝たままでリンパマッサージをしましょう。このリンパマッサージのいいところは、血流が上がる、便秘解消になる、お腹が冷えにくくなる結果脂肪がつきにくくなる、揉んだりさすったりするだけでお腹の痩せる効果が上がるんです。今回はプラスアルファ、そのまま寝たまま2種類だけ簡単な腹筋メニューを加えていきましょう。腹筋メニューのいいところは、筋肉を動かすので芯からお腹が温まる、血流が上がる、便秘解消になる、セットで行うことで効果が倍増します。寝たまま一緒にやっていきましょう。今日も一歩前進しましょう。まずは寝たままでお腹を揉んでいきます。スタート。ちょっと引っ張りながら揉む感じの方がいいです。お腹を揉むことで筋膜が剥がれて血流が上がります。お腹の脂肪が柔らかくなることで血中に脂肪が入っていってエネルギーになりやすかったりもします。いろんな場所をねつまんで揉んでください。ちょっと押してみるのもいいです。リラックスして行ってください。はい、 OK です。次はあばらの部分に指4本突っ込んで内側から外側に動かしていきます。あばらとねお腹を引き剥がす感じです。しっかりねお腹を引っ込めて押すとね、ちょっと痛いよって方はお腹にガスが溜まったりするんで、このリンパマッサージをね定期的に行ってください。お腹に力が入るとね指が入らないんで、お腹の力を抜いてリラックスしてから行ってください。オッケー。今度は鼠径部です。鼠径部を外側から内側に向けて指でグリグリってします。難しい人は足伸ばしてもいいです。ちょっとね膝パカッと開いたぐらいがやりやすいと思います。痛いよって方はねリンパが滞ってますんで、しっかり指でねグリグリグリって回してください。ない人はね優秀です。意外とね男性とかリンパマッサージしない人多いんで、男性もねお腹出てる人はやってください。便秘解消にもねいいです。はい、 OK。 次ちょっと足開きます。お尻を上げておへそ下を手でね押す感じです。このへそ下がちょっとね押したら痛くて張ってるよって方はちょっと便秘気味かもしれません。しっかりね指で動かすことによってこの辺の筋肉のね緊張が緩んで便秘解消になります。ただ便秘っていうのも腹筋の力が弱いと押し出す力が弱いんで、この後ね腹筋ちょっとだけやっていきますが、セットでね頑張っていきましょう。はい、 OK。 今度はねお尻を上げたままで足を動かします。お腹を引っ込めながらね膝を抱える感じで、これでさっきのへそ周りの筋肉と鼠径
頸部を動かしてますんで、リンパの流れアップと便秘解消になります。できる人はね、足動かしながらそのまま手でさっきみたいにへそ下をねちょっと動かしてみましょう。さっきねへそ下張ってる感じがしたのに、今はおへその上の方が張ってるよって感じはね、下腹ぽっこりの解消になってます。 OK。 最後はね、足少し前に出してこのまま足をねゆっくり動かします。いきましょう。この時にね、お腹をしっかり引っ込めてください。お腹を引っ込めて下腹をね動かしてる感じで、便秘と下腹ぽっこり、お腹周りの血流をね上げていきましょう。しっかりねお腹引っ込めるとね薄くなると思いますんで、しっかり腰とお腹を薄くして足をね動かしてください。反り腰解消にもいいです。ふぅ、 OK です。お疲れ様でした。今回ね6種目行ったんですけども、今お腹がちょっと温まってる感じしませんか？どうですか？揉んだ後にお腹を適度に使うっていうこのルーティーンがすごくね、お腹周りの脂肪をつきにくくしたり血流を上げることができますんで、説明欄に時間貼ってますから、動画を見ながら何度も寝る前にやってください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。